肺炎が癒され、食欲が出て、体力が耐えられますように、退院ができて、教会の働きに入っていけるように、お祈りをよろしくお願いいたします。皆様のお祈りとともに、神様の完全な癒しを感謝いたします。ということです。はい、ということですね。はい、非常に、ですね、こう、なんていうんでしょうか、戦いがあるかもしれないですけど、でもですね、本当に神様がご主人を支え続けてくださっていると思うんですね。うん、はい、そしてこの M さんがですね、皆さんのお祈りにですね、感謝してくださっているんですね。うん、ですので、本当に私たちも皆さんのお祈りに感謝したいと思いますし、またですね、今日も祈って行きたいと思いますのでですね、そうですね、ルカの福音書18章27節、人にはできないことが神にはできるのですという、うん、この言葉をですね、本当に感謝しつつお祈りしていきたいと思いますね。はい、はい、天のお父様、主をありがとうございます。あなたがアムさんに、人にはできないことが神にはできるのですと、この御言葉をありがとうございます。うん、確かに神様がその M さんのご主人に、さらに栄光を表してくださることをありがとうございます。あなたは全能の方であるので、どのようなことでもおできになる方ですから感謝いたします。あなたは皆を褒めたたえます。どうぞ主が、主をどうぞあなたが御心を持って、今の状況を許しておられますことをも感謝します。しかしどうぞあなたがまたご主人を、M さんのご主人を癒してください。白血病細胞を完全に、取り除き、そして白血球の数が10倍になっていくように、10倍以上になっていくように、さらに赤血球血小板の数も非常にこう増えていくように、2倍以上になっていくように、どうぞ神の栄光が表されるようにしてください。またどうぞ肺炎をさらに癒していってください。炎症を取り除き、また食欲が出て体力が回復していかれるように、M さんのご主人を主が導いてください。また教会の働きに、どうぞそのご奉仕に立っていかれるようにさらに導いてくださり、神様が本当に素晴らしいことを成してくださったことを明かしできるように、さらに導いていってください。どうぞお願いします。だね。愛する天のお父様、本当に M さんからの祈りのリクエストをありがとうございます。また、この許されているご病気のことにおいて、神の言葉が与えられておられることを本当に感謝いたします。ね、そしてまた本当にこの忍耐を持って祈り続けておられる、そのことの中で神様が今もこの時も主がご主人に触れてくださり、与えかけてくださり、この癒しの働きが表されてくることを、表されていることを信じて感謝いたします。どうか骨髄が本当に正常な状態に回復し、血液がどんどん作られていくことができるように、骨髄の状態をさらに主が、強めてくださり、正常な血液を作るように導いていってください。白血球が3500から9000の間になるようにしてくださり、また赤血球も血小板も必要の量が必ずこの合わさって作られていくようにしてくださいますように、どうぞお願いいたします。どうぞ肺炎の状態も癒してくださり、食欲もで体力も与えられていくように、主がどうぞそのことも助けてくださることをお願いします。肺の状態はまた正常に元通りに主が回復してくださり、その原因のもとにさらに主が出てくださって、完全な完治へと主が出してくださるようにお願いいたします。本当に退院ができるようにしてくださり、また再び教会のご奉仕働きに本当に入って、行かれ、御心の働きのところに召され立って行かれますように、お導きくださいますようにお願いいたします。どうぞご夫妻揃って、私の働きのこのことの中で、主の栄光を表してくださり、また主のご計画がさらに成就していかれますように、守り導き助けていってください。お願いします。アテント様、また本当にこの御言葉を主が与えてくださいました。主には、できないことがないということで、本当にありがとうございます。
主よ、あなたが、主よ、この M さんに、お父様、M さんのご主人に神様の完全な癒しを与えてくださったことをありがとうございます。あなたが、主よ、この完全な癒しを M さんに与えてくださったことをありがとうございます。あなたがその癒しを与えてくださったことを感謝します。お父様、主よ、ありがとうございます。その癒しを感謝いたします。あなたが完全な癒しをなしてくださったことを感謝いたします。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。ぜひですね、皆さんのお言葉でですね、M さんのご主人のためにお祈りください。お願いいたします。天父様、本当にありがとうございます。あなたが御座をなしてくださったことをありがとうございます。イエス様、皆によってお祈りします。アメン。そうですね、一番このメールの最後ですね、神様の完全な癒しを感謝いたしますというふうに書かれていらっしゃるんですね。はい、ですので、主が本当に、癒してくださったことをね、今感謝させていただきました。本当に主がですね、御座をなしてくださったと。信じますね。はい、次は S さんのですね、はい、はい、お願いします、はい、では S さんからのリクエストを読ませていただきます。主の御名を賛美いたします。いつもお祈りをありがとうございます。祈りのリクエストを送らせていただきます。今年のイスラエルチームに御心でしたら、経済の必要が満たされ加わらせていただけるように、また派遣後の生活も支えられるようにお祈りいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたしますという、ということですね。ね、はい、はい、行っていきたいと思います。イスラエルチーム、イスラエルに、うん、毎年ですね、あのチームが行く、うん、感じにこうなっている、いるわけなんですけどもですね。はい、まあ、毎年あのチームがそうですね、70名ぐらい、はい、そうですね、行っているわけなんですけどですね、はい、あのこと今回も、うん、ぜひですね、あのたくさんの方々が行けるように、うん、あの祈っているわけなんですけど、うん、あの特にですね、この S さんも加わらせていただけるようにということなんですね、うんうん、で皆さんもぜひですね、あの思いがあればぜひですね、イスラエルチームに、加わっていただきたいと思いますけれどもですね、はい、このチームのためにまた S さんのために乗っていきたいと思いますね、はい、天のとすま、ありがとうございます。あなたを褒めたたえます。感謝します。あなたを賛美いたします。主よ、このイスラエルチームを、うん、主がさらに、送ってくださることをありがとうございます、うん、どうぞこのイスラエルチームが完全に守られて出ていき、そして、何十名以上の方々が、うん、このチームに、加わって出ていくことができる、さらに導いてください、うん、特にこの S さんが本当にこの主を御子の名、どうぞ経済の必要が完全に満たされ、うん、主どうぞ加わっていくことができるように、主どうぞ導いてください、うん、どうぞ派遣後の生活も支えられるように、うん、また主がどうぞこのエスさんが三信仰を働かせることができるように、うん、どうぞ主の栄光を豊かに表してくださいませ。どうぞお願いいたします。愛する天のお父様、本当にエスさんからのリクエスト感謝いたします。今度もイスラエルチーム、10月31日から、11月12日にかけての
このチームに本当に心でしたら、全てのこの経済の必要、その派遣に行くための飛行機代や、ツアー代や、また現地で使うお金も、また帰ってからの派遣後の生活も全てが、本当に十分に支えられるように必要を満たしてくださることをお願いいたします。御心だったら必ずこの経済の必要の全てがクリアされるように主がしてくださって、エースさんも本当にこの主催チームに加わっていくことができるように導き助けてくださいますようにお願いいたします。あ、父様どうぞ速やかにその必要を満たし、神の勝利を明確に表していってくださいますように、どうぞ、お願いいたします。またどうぞエースさん、本当にこの信仰をさらに働かせることができる、どうぞ助け導きください、ではですね、皆さんの言葉でですね、この主催チームのためにも、またエースさんのですね、必要のためにもお願いください。お願いします。天父様、主ありがとうございます。感謝します。イエスは皆によってお願いします。メン。はい、きっと主の勝利がですね、はい、このイエスにも、イエスチームにも表されてい いきますね。そうですね、はい、次はですね、この Y さんのですね、はい、お願いします。はい、では Y さんからのリクエストを読ませていただきます。丸1、主人の R のためにお祈りください。以前から腰痛がありましたが、近頃は頻繁に首が痛い、頭が痛い、肩が痛いと言いますので、お祈りしたりしています。また私が通院している治療院に行くように勧めているのですが、行かないと言っています。祈りによる神様の癒しと、治療院か病院に行き診察してもらえるようにお祈りください。なんか忙しいんですか ね、 ねえ、はい、ね、はい、丸2、父の H ですが、問いなしのお祈りを感謝いたします。偶像礼拝から解放されましたが、まだ仏壇を処分していません。仏壇を処分するようにお祈りをお願いいたします。また速やかに洗礼を受けるようにお祈りください、はい、ということです。はい、Y さんのご主人と、それからですね、お父様なんですね。はい、ご主人は、その、こう首、頭、肩が腰痛があってですね、痛いと言ってるんですが、なかなかこう、病院に行かない、治療院に行かないということですね。で、ぜひ神様の癒しと、また診察をしてもらうようにっていう。ください。それで、お父様に関しては、こうなんかまあですね、お父様ですからこうご年配の方だと思うんですけれども、まあ、偶像から解放されてきてるんですけど、仏壇はまだですね、処分していない。まあ、私の母親とかね、その父親とかもやっぱりそういう結構あったんですけども、イエス様も信じるっては言うんですけれども、やっぱりね、なかなか仏壇は、みたいなね、感じがあったわけなんですけれども、仏壇は処分できるということと、それから洗礼を受けるというようにお祈りください、ということですね。はい。祈りますね。天の父様、主はありがとうございます。Y さんのご主人を感謝します。また、Y さんのそのお父様のエイチさんを感謝します。主をありがとうございます。どうぞそのご主人のアルさんをあなたが癒し助け導いてください。特に、主どうぞお神様の癒しを与えてください。ご主人もおそらくイエス様を信じていらっしゃると思いますけれども、さらにイエス様を深く信じ、イエス様から癒しをいただくことができるように、またどうぞ治療院あるいは病院に行くことができるように、どうぞ主を導いてください。その愛さんが奥様がこの
そのように願っていらっしゃいますけども、ぜひ、うん、その中央院や病院に行って見てもらっていただき、うん、また神様からの直接的な癒しをもいただいて、うん、体が強められていくように、どうぞ主をご主人の心を変えて、うん、また動機を与えて、そして思いを変えて、うん、そして、神から癒しをまた病院に行って見てもらえるようにさらに導いてください。どうぞお願いいたします。うん、またそのお父様の、うん、H さんを感謝します。どうぞ偶像礼拝からさらに解放されていくことができる、うん、あなたがある解放を、うん、本当に、その H さんに与えてきてくださったことをありがとうございます。うん、主を褒めたたえます。賛美いたします。感謝いたします。しかしさらに、仏壇を処分するところまでさらに導いてくださり、また洗礼も受けることができるように、どうぞ速やかに洗礼を受けになることができるようにさらに導いてくださいますようにお願いいたします。アーメン。内緒でのお父様、本当に Y さんからの祈りのリクエストをありがとうございます。またご主人が近頃頻繁に首や肩、頭、腰、など、Y さんに、お話しされていらっしゃるその状況を感謝いたします。またその痛みが許されているそのことに関しても、主の癒しの方向に今このことの中で主が働きかけてくださってますから、ありがとうございます。どうぞ本当にこの御心でしたら、本当にこの御心の治療院病院に、ご主人が行くことができるようにもどうぞ導いてください。また直接このお祈りを通して、神様がそのご主人の、弱っておられる部分に、痛みを覚える部分にさらに主が癒しを与えてください。直接神から来る癒しが起こされて、首からまた腰にかけてつながっている神経や筋肉、そういった筋など本当にこの、強められて、癒されていくことができるように助けてくださることをお願いいたします。どうぞ症状が悪化することがないように助けてくださり、癒される方向にさらにご主人を解放し導き助けてください。本当に御心でしたら本当に治療院か病院、それも私の導かれるところにご主人が行くことができるきっかけがさらに与えられてきますようにも主がどうぞ導いていってください。またお父様を感謝いたします。本当に救われていらっしゃり、であとは仏壇を処分することに関してですが、本当にそのことを、さらに最初のサイズな時に、本当にご主人、お父様が仏壇を処分してもいいという気持ちが与えられてくるように、そして処分したいという思いがお父様のうちに明確に与えられてきて、本当にそれを取り除くことができるように導き助けてください。そして、洗礼を受けることがどうぞ本当に導かれて、御心で最も早い時に、洗礼を教会で受けられますようにどうぞ導き助けていってください。お願いします。ぜひですね、皆さんの言葉で、このYさんのご主人のRさんとですね、お父様のHさんのためにお祈りください、はい、お願いいたします。天のお父様、主をありがとうございます。主を感謝いたします。どうぞアルさんをさらに、解放してください。ご主人のアルさんを解放し、さらに、救いがはっきりするようにイエス・キリストを見られて、アルさんを解放します。さらに救いが明確になるようにイエス・キリストを見られて宣言します。またアルさんがさらに、主からの癒しを受けられるように、イエス・キリストの御名によって命じます。イエス・キリストの御名によって、さらに、イエス様からのその癒しを受けよ。イエス・キリストの御名によって、解放されよ。また、この
病院、におけるところの神の恵みを、うん、アルさんが受け取るようにイエス・キリストの御名によって宣言します。うん、天の父様もどうぞ主を導いてくださいますようにお願いします。うん、またこのエイチさんを、うん、そのお父様のエイチさんをイエス・キリストの御名によって、うん、仏壇の霊的なものから解放します。うん、どうぞ十字架の血潮を持って私たちを追ってくださるエイチさんを完全に解放してください。うん、イエス・キリストの名によってこの仏壇の霊的なものをイエス・キリストの名によって完全に断ち切る。うん、イエス・キリストの名によってエイチさんをさらに解放します。うん、イエス・キリストの名によって、またエイチさんが洗礼を受けることを決断するように宣言します。うん、命じます。うん、イエス・キリストの名によってこの洗礼を受けるように受けたいと望むようになりなさい。イエス・キリストの御名によってエッサンよその洗礼を受けるようになさらに洗礼を受けるようになるようにイエス・キリストの御名によって宣言します。あなたの様どうぞ主よあなたの役を豊かに表してください。感謝イエス様の御名によってします。はい、ということで、主がですね、今働いてくださっていると思います。皆さんのお祈りにですね、はい、主が答えてください。主が今、エイジさんとアンさんをですね、解放を進めていってくださっていると信じますね。はい、はい、次はですね、S さんの、もう一人の S さんのためにですね、はい、お願いします。はい、じゃあもう一人の S さんのS さんのリクエスト読ませていただきます。はい、お願いします。主の皆をあがめます。いつもお祈りを感謝いたします。先週ありがとうございます。先週お祈りいただいた患者会は無事に行うことができました。感謝です、ね、感謝いたします。はい、大きな前進はありませんでしたが、感謝し祈り続けていきたいと思います。はい、突然ですが、私の仕事場で大きな役割を担っていただいた F さんが昨晩脳一血で倒れてしまい、5時間の手術後、まだ目が覚めない状態です。75歳の女性です。元気に生活ができるまでに癒されるようお祈りください。また現在仕事の負担がかなり自分にかかってきています。うまく乗り切れるよう、今後の体制についてもお祈りくだされば幸いです。というはいということですね。お仕事場で、そのかなりですね、ある、なんでしょうか、重要なパートになっていた、その75歳の女性の方が、乗り気づいて倒れてしまったということなんですね。はい、F さんというふうに書いてありますけれども、まあ、本当にその、倒れられたのは F さんですが、メールを打って、来たらある方は S さんなんですが、S さんがその仕事の負担が急にご自分にですね、はい、かかってきて、うまく乗り切れるように今後の体制についても、お仕事場がね急にちょっと大変な状況、その S さんが耐えたことによってですね、でも一つは本当に恵みは患者会は無事に行うことができました。この間お祈りしましたね。そうですね。まあでも本当に主がですね、その一応患者会の方ですね、無事に行うことができたということで、それは感謝だったと、感謝だったということなんですね。はい、ありがとうございますということですね。では S さん そのお仕事のためにですね、ぜひお祈りさせていただきたいと思いますね。また S さんのためにもね、天の父様、主はありがとうございます。主は S さんのこのメールを感謝いたします。ありがとうございます。あなたがこの間その患者会で、S さんを用いてくださったことを本当に感謝いたします。患者会を無事に行うことができたことも本当にありがとうございます。さらにどうぞその患者会によっても主の栄光をさらに表していってくださいますようにお願いします。しかしまた今日はそのエスさんのお仕事場で起きた事柄をも感謝いたします。主は F さんが倒られましたが、しかしこの事柄の中においてもあなたの助けがあることを信じて、感謝します。きっとあなたはこの事柄においてもエスさんを
助け導いてくださることを信じて感謝いたします。うん、どうぞ S さんをできるだけ、週どうぞ早い時期に回復して、お仕事にも復帰してこれるように、どうぞ導いてください。うん、S さんがどうぞお願いいたします。主よ、この今の時期を、仕事の負担がかなり、かかってきていますが、しかしこのことをありがとうございます。うん、どうぞこの時期を御子の通りに乗り切れるように導いてください。うん、また S さんのそのお仕事を、助ける方をまた与えてくださり、そして、今後のお仕事のその体制、をどうぞ主が導いてくださいますようにお願いいたします。そして、主をこの今の状況をうまく乗り切っていくことができるように助けを与えてくださいますように、どうぞ仕事場にさらに御子の助け手を与えていってくださいますようにもお願いいたします。はい、主天の父様、本当にエス様からのご報告、またリクエストありがとうございます。ね、本当に先週のこの患者会というお仕事において、本当に主が守ってくださり、ご奉仕ですね、守ってくださり、感謝いたします。本当に主がエス、様をこの働きのためにまた用いておられることも感謝いたします。またはお仕事場の方においては、75歳のエスさんが脳血で倒れてしまったというこの状況、また手術が許されたという状況ですが、感謝いたします。どうか速やかに、また目が覚めて、行かれ元気に回復し、元通りの生活に戻っていくことができるように、その手術後の経過も主が最善のまたお医者様の判断、治療や処方がなされ、またその F さんが元気にお仕事場にも戻ってこういうことができるように導き助けてくださることをお願いいたします。またその間の、このエスさんにかかるお仕事の負担の量に関しても、どうか体制が速やかに改善されていかれ、またうまく乗り切ることができるように、体力的にも精神的にもエスさんの心と体をお守りくださり、またそのお仕事も無事に、この、進められていけますように、守り導いていってください。お願いします。アテントさん、また主をどうぞお願いします。この75歳の F さんに救いを与えてくださいますように、そのこともお願いいたします。主がどうぞ会えてくださり、5時間の手術の後また目が覚めないということなんですが、主どうぞ速やかに救いをもどうぞ与えていってください。どうぞお願いいたします。ぜひ皆さんのですね、言葉で、F さんのお仕事のお仕事場のことのためにですね、ぜひお祈りください。そしてまた今ちょっとこの75歳のね、F さんの救いのためにもぜひ、回復してこられるように祈りたいと思うんですけれども、同時に救いのためにもですね、お祈りください。お願いします。アテント様、ありがとうございます。感謝します。あなたを褒めたたえます。あなたを賛美します。感謝します。主よ、ありがとうございます。イエス様、皆によってにします。ね、
そうなんですね。まあ、多分ですね、この F さん、この S さんのお仕事場の方なので、うん、また救われていらっしゃらない方なんじゃないかな、というふうに、思うんですね。はい。それで、いわゆるその救われていない方の場合はですね、はい、まあ、体験的にもですね、やっぱり救いを祈りつつ、あ、顔が見えないですよ。救いを祈りつつですね、はい、そのまだ救われてない方の場合は救いを祈りつつ、そして癒しの祈り、うん、をこう祈るとより癒されるということを、うん、まあ感じてるんですね。まあ、それがまた御心なので、神様はその全ての方々がですね、本当に救われることを望んでおられるんですね、神様はですね。うん、もちろん全ての方が救われるわけではないんですけど、しかし全ての方が救われることを神は望んでおられるんですね。うん、だからそういう意味で残した方がご病気になった場合には、うん、もちろん癒しを祈ってあげるということは素晴らしいことなんですが、でも癒されただけでですね、もし救われなかったらですね、これは無意味なんですね。で、そういう意味で無意味というのは、要するにやっぱりこの命を与えるということがとっても主は望んでおられるので、まあ、いろいろそういうご病気とかいろんな問題を通して、実は神様はその救いに、導きたいと思ってらっしゃるところが神様あると思うんですね。ですからそういった意味でちょっと救いのためにも祈らせていただきまして、またそういう祈りをする中でまたより、癒しも起きていくんじゃないかなということですね、期待して祈らせていただきました。うん、はい。ですのでですね、また中心的には今この S さんがお願いしてきているのは、今の自分のね、お仕事、うん、大変なんですよね、ちょっとね、かなり大変なんじゃないでしょうか ね、はい。ですので、うん、祈らせていただきましたけどですね、うん、はい。でもきっと主がですね、いろんな助けを与えていってくださると信じますね。はい。はい。ですね、ということでですね、次 T さんのですね、はい。T さんの。はい。はい。では、T さんからの祈りのリクエスト読ませていただきます。はい、お願いします。ハレルヤ、感謝します。いつも我が家の家の、我が家の猫のためのお祈りをありがとうございます。先週の検査結果報告です。ここ3週間、クレアチニンの数値が正常値を保っていましたが、うん、休養で先週1日早朝から夜遅くまで外出していて、猫のケアができなかったせいか、クレアチニン数値が 3.0 に上昇していました。はい、うん、引き続き飼い猫の癒しのためのお祈りをお願いいたします。はい、クレアチニンが 1.5 以下に下がりますように。はい、貧血が改善されますように。うん、BUN の数値が正常値になりますように。慢性腎不全が完全に癒されますように。また留守番時間が長い時でも体調が守られますように。うん、はい、もう一匹の猫の癒しのためのお祈りもお願いいたします。クレアチニン、ALT、リバーゼの数値がすべて正常値になりますように。自己免疫疾患が完全に癒されますように、よろしくお願いいたします。ということでですね。まあ、この番組でもですね、ワンちゃんのために塗ったり、はい、猫ちゃんのために塗ったりということがあるわけなんですけれども、本当に主がですね、恵みを表してくださって、でもちょっと何かこの T さんがですね、うん、休養で先週1日、うん、外出していたらですね、ちょっと調子が、うん、猫ちゃんの調子が、ですね、ケアできなかったので、ちょっと悪くなっちゃったっていうことなんですね。うん、ですので、うん、まあ、でも主がですね、ある意味では祈りを聞いてくださっていてね、うん、助けてくださってるっていう感じですね。はいはい、ですので、まあ、続いて、この、うん、1匹目の猫ちゃんが良くなっていくように、うん、もう1匹の猫ちゃんも
ですね、うん、慢性腎不全ということなんですけどね、うん、ですかね、うんうん、もう一匹の猫ちゃんは自己免疫疾患ということですね。はい、天の父様、ああ、師匠、ありがとうございます。あなたが P さん、猫ちゃんを助けてくださっていることはありがとうございます、うん、しかしちょっと調子が悪くなっているみたいなんですけども、うん、どうぞあなたがさらに助けを与えてください、うん、癒しを与えてくださいませ。特にクレアチニンが 1.5 以下に下がるように、うん、また貧血も改善され、うん、BUN の数値が正常値になるように、慢性腎不全が癒されていく、どうぞあなたの恵みを表してください、うん、T さんが留守番時間が長い、T さんがこう出かけてしまって留守番時間が長い時でも体調が守られるように、うん、どうぞお願いします。またもう一匹の猫ちゃんは、うん、どうぞ自己免疫疾患が癒されていくように、うん、あなたの横を表してくださいますようにお願いします。はい、初手のお父様、おとり T さんからのリクエスト感謝いたします。本当にこの猫ちゃんの癒しを感謝いたします。また今、数値のことに関して、クレアチンの数値が 3.0 に上昇してしまいましたが、このことが許されたことも感謝いたします。またさらにこのことの上に、また主は、何かこのご計画を持っておられますから、ありがとうございます。どうか、さらにまたクレアチンの数値が 1.5 以下に、下がっていき、また貧血も改善されて、行かれますようにお願いいたします。 BUN の数値も正常値になって、慢性腎不全が完全に癒されていきますように、主がその猫ちゃんの弱っているところにさらに触れ続けてくださり、さらに完全完治されていきますようにも助けていってください。そしてこのもう一匹の猫ちゃんにおいても、自己免疫疾患が完全に、癒されていくことができ、クレアチニン ALT リバージの数値も、全て正常値となるように、さらにそのことも主が顧みてくださいますように、私の癒しがまたこのことの中で、表され、主の御栄光を見ていくことができるように導き助けていってください。お願いいたします。天父様、どうぞ完全に癒し、あなたの回復をさらに与えてください、この2匹のお猫ちゃんを完全にさらに癒していってください。イエス様、皆によってお願いします。アメン。はい、ということで主がですね働いてくださっていると思うんですね。はい、はい、さらに主が癒しを与えてくださると恵みをですね出してくださると思います。次はですね、この M さんのですね、はい、メールをお願いしたいと思いますけど、はい、では次は M さんからのリクエスト読ませていただきます。主の皆を褒めたたえます。10月30日日曜日の、13時から14時までの職場でのゴスペルコンサートに御心の賛美チームが来て、御心の内容と、職員、子どもたちとの交わりがなされ、救いにつながり、教会、心ゴスペルなどに来てくださる方々が起こされるようにお祈りくださいということです。はい、ということですね。うん、そうですね。10月30日、うん、に、そのゴスペルコンサートを、うん、その職場のところですね、うんうん、来ていただくということなんですね。はい、で、御心の賛美チームが、うん、来て行かれるということですね。はい、そして御心の内容と職員、子どもたちとの交わりがなされ、救いに、つながっていくようにということですね。はい、はい、どうでしょうか。映像はね、ちょっと難しいみたいなので、大丈夫でしょうかね。ちょっとこれは切り替えた方がいいかな。Wi-Fi をね。はい。そうですね。残り、今、17分、16分。そうですね、ちょっとこれは、そうですね、Wi-Fi はありますかね。はい、まさに後ろにありますね。今、少しですね、ちょっとですね、この配信がうまくいっていらっしゃらない方がいるという、
ことなんですね。ですのでちょっと切り替えた方がいいかもしれませんですね。うまくいってらっしゃる方々もいらっしゃるとは思うんですけれどもですね、はい、はい、そうですね、ちょっと切り替えてみたいと思います。皆さんも更新ボタンをですね、もし止まってしまったら更新ボタンをお願いしたいと思いますが、22時43分。